ディールズのアンティークテクノロジーにあるオナガーのスケッチ図。オナガーとは、ローマ帝国軍の工場兵器である。名称は、この機械の射出動作がオナガーという野生のロバのそれに、似ることに由来する。この兵器はねじり力を利用したカタパルトの一種で、通常、打ち出すための力はねじられたロープから供給される。オナガーは地面に設置された大型のフレームからなり、前端には、 堅牢な木製の直立したフレームが頑丈に固定されていた。直立したフレームを通して一本の軸が通り、この軸には一本の堅固な横木がついていた。横木の先端上側はスリングになっており、投射物を投げ放つのに用いられた。少数のオナガーは古代の絵画で描写されたように、投射物を放つスリングの代わりとして、 球場に成形されたバケットを用いた。オナガーの枠構造は、丘のようにカーブした奥製の2本の針で作られた。これらの針は、中央部に容器の穴が設けられており、そこでは強力な牽制のロープが牽引され、ねじられる。それから、長い指示腕が、ロープの束の間に挿入される。この指示腕の終端にはピンとポーチが設けられていた。 これは袋に揉み柄のみを詰め込み、きつく縛って固定した大型の干渉体に激突する。戦闘に際し、球形の石がポーチに入れられ、指示腕が巻き下げられる。それから熟練した砲兵がハンマーでピンを打撃し、この強い衝撃で前方の目標へ石が放たれた。マルケリヌス・アンミアヌス、ローマの鹿実際には、スポークや指示腕は、 巻き上げ機で作動する、寄られたロープや、他のスプリングからの張力によって押し下げられ、そして急速に解放された。荷重されたスリングは、遠心力による加速を介して外方へ振られ、終端が、スタッフスリングと同様に解放されると投射物が、前方へ投げ放たれた。始終では干渉用のパッドがついた針や床で、受け止められ、再びウィンチで巻き戻された。 ローマ帝国のオナガーは、城塞の包囲や、攻略のとどめに使用された。これらはしばしば可燃性の物質でくるんだ巨大な石、岩を装備し、点火して用いた。中世においては1200年頃から記録があり、オナガーのより強力なバージョンが使用されたが、これらは、当社体を保持するため、スリングの代わりに固定式の受け皿が用いられた。 これは巨大な一発と対照的に大量の小型投射物を投げることができた。この装置はしばしばマイゴネルと呼ばれたが同じ名称が様々な型の工場兵器に用いられた可能性がある。ありがとうございます。